ガブリエル・マリー・グローブレーズは、フランスの指揮者で作曲家。パリ音楽院にて、アルベール・ラビニャックとアンドレ・ジェ・ダルジュ、ガブリエル・フォーレに指示。10年間ピアノ教師として、パリス・スコラ・カントルムに勤める。その後は1905年から1908年まで、オペラ・コミック・ザ・の合唱指揮者や指揮者代理を務め、1911年から1913年まで、ジャックル・シェによって、 芸術劇場の音楽監督に抜擢された。これらの任務の傍ら、モンテカルロやカイロ、リスボン、ニューヨークにおいても指揮者を引き受けている。さらに音楽評論家としても活動した。1939年から没年までパリ音楽院に出向して室内楽を担当した。作曲家としては多作家にもかかわらず今日では忘れられている。 岐阜天主義的な色彩の強い作風をとり、代表作に、や、イエスの魚名の小連等を含むピアノ曲集、心の暦がある。一方で指揮者としての業績に、同時代の作品を所演したことが挙げられる。古学の分野では、モンテベルリア・リュリ、ラモー、グルックの歌劇の復活上演を指揮した。グラベルズ・バイオグラフィー、ピアノ・ソサイティ、2007年12月17日閲覧。 ありがとうございます。